キーパーはスアレス、最終ラインエウシーニョ、内田、カカ、田深、アンカーに白井が入って、インテリオールに杉本太郎と児玉、ウイングの位置に右に杉森、左に西谷、そして今日はワントップは一味ではなくて21歳以下日本代表の活動から国際親善試合から帰国しました藤尾翔太を起用しています。キーパーは福井、2試合ぶりに右サイドバックは奥山です。センターバックは岡野と菅沼変わらず、左サイドバックは元日本代表、今日が初スタメンになる太田光介です。ボランチは高江と出場停止明けの安井、トップ下に長谷川アーリアジャスール、右サイドに太田修介、左に平戸、ワントップ6試合ぶりドゥドゥという攻撃陣になります。さあ太田か平戸か、太田光介が来た。しかしスアレス、まあ、落ち着いてしのぎます。逆に言えば徳島の方はどちらかといえば前につけるというよりもサイドをうまく生かしていこうというところが多いですかね。高い位置でドゥドゥが拾ってドゥドゥ仕掛けていく、ちょっと下げて後ろから長谷川が来る、太田修介狙ってきた、長谷川先制、町田ゼルビア。試合時間28分、長谷川アーリアジャスール、今シーズン4点目、28節岩手戦以来11試合ぶりの得点となりました。まあ、ショートカウンター気味になってドゥドゥがここ少し相手が多かったんでね、迷いましたけどうまくキープをして、このパスが効きましたね。前に狭いですけどエリアの中に入っていった、そのボールに対してまた圧をかける、人数を増やしていく、かぶさっていく、この辺のね、長谷川の思い切りと、まあ、シュートの思い切りですよね。迷いなく振りましたね。エシーヌ仕掛ける、まだ行く、児玉、もう一度右白井、エシーヌヒールで落として杉森仕掛ける、杉森まだ入り込んでいく、まだ行った、シュート狙った、突き刺した、振り出しに戻しました杉森幸喜。今日もサイドが躍動、あっという間に追いつきました。プレーオフ進出に向けて意地を見せますホームの徳島。ここでエウシーニョがまず相手を引き出す、それに対して、まあ、中に入っていくところではあるんですが、ここのやはり、相手が来るところを杉森よく見てましたよね、はい、相手が来るところとボールを運ぶスペースをうまく見ていたと思います。ここもシュートもあるんですが、この後ですね、かわしてシュートもあるんですけど、相手が来るところ、その先のスペースをよく見ていたと思いますね。杉森はこれが9月3日34節の高専以来5試合ぶりの得点になります。やはり杉本の良さという、あ、杉森ですね、はい、杉森の良さというのはやはり攻守においてかなりこう活動量が多いんですよね、はい、ボールを持った時だけではなくて、縦に割った、太田修介抜け出してくる、前が空く、シュート、再びリードを奪いました町田ゼルビア。前半38分、太田修介今シーズン11点目。いやすごいですね、ここも前に入れる、ここでダイレクトが入る、ダイレクト、ダイレクト続いて全てダイレクトですよね。いや見事ですね、これの崩しチームの意図、またそれぞれの狙う場所というのがねきっちりあった、素晴らしい崩しでしたね。最後はうまく流し込みましたね。また右足ではなくてやはり左足で持つことによってゴールへの、まあ、幅を広げたというところですよね。潜り込んだ新井を狙うか、内田光平も合わせるのは得意、長身なのはカカ、藤尾も頭で合わせるのは得意です。グッと曲げて新井が来た、潜り込んで最後ファーサイドから飛び込んできました。いやその前に内田光平が入ってきたところでしょうか、かなりバランスを崩して合わせましたので、さあどちらが合わせたゴールでしょうか。追いつきました徳島、今日のゲームもセットプレーの得点が生まれました。やはりこの流れの中で徳島かなり圧力かけてましたからね、はい、勢いがそのまま出た感じはしましたね。内田ですね、ぐっと足を伸ばしまして、はい、もう本当足先で合わせるようなね、うん、そうですね、
まあ、小玉のボールもかなりメッセージ性の高いところでしたね。キーパーとディフェンスラインの間うまく入り込みました。白井、マークは高江、いやお互い素晴らしいですね。この中へのパスはカカがしのぐ、こぼれて杉森が拾います。まあ、枚数は今同数です。右サイドエウシーニョ、中には藤尾がいます。フリーの児玉を見ていた。児玉から左の新井、ゴール前には 4枚、クロスが来た、オーバーヘッド、こぼれて押し込んだ、エウシーニョが突き刺しました。ゲームをひっくり返しました徳島。試合時間71分、前節はアシスト、そして今節は得点、ブラジリアン躍動エウシーニョ、この試合初めてリードを奪っています。素晴らしいですね。これだけやはり、ね、右サイドから左サイド来た時にエリアの中に4枚5枚入ってきてますから、やはりこれだけのやはり前への圧力であったりスピード、まあ、徳島の良さは出ましたよね。この瞬間でも中が3対4であったり数的優位作れてますからね。直前はこの杉森のオーバーヘッドでした。浜下かき出す、一味が懸命に追う、まあ、徳島のディフェンスもね、非常にこうはっきりしていていいですね。ここまで手を守るというところ、チームが一つになっている感じはしますね。そして今、今季初の逆転勝ち、プレーオフ進出に思いをつなぐ、90分終了、徳島の勝ち点3を告げる笛が吹かれました。思いで勝ったのはホームの徳島。